こんにちは。お疲れ様でーす。今日はこれからお出かけするので準備をしているところでーす。よし、今日寒いんかな。でもさ、昨日さ19度って言ってたよね、ネットで。本当に本当に19度？うん、外出てないから分かんないけど。ウージーさん、ハートありがとうございます。本当に19度なのかい？韓国の方、音符ありがとうございます。なんか耳が聞こえないんだけど今。なんで？なんか山の山頂にいるみたい。山の山頂にいるみたい。上着着てる人多い。マジ寒い？それぐらい。村山康さん、ハートありがとうございます。それは風邪の可能性。そうね、今鼻水がねずっと出てるのよ、鼻水が。ずっと鼻水出てる状態です。かねちゃんさん、帽子ありがとうございます。花粉？いや、風邪？花粉もあるかもしんないけど、風邪かもしんない。こんにちは。寒いかな。さすがに上着いらんでしょ、この服に。この服に。今調べてみ。19。変わってなかった。19ってどんぐらい？それがわかんない。
みなさん、ほんとさ、何度って言われてもさ、何度からが寒いのかとか、あんまわかんないね。何度からが、何度が暑いのか、何度からが寒いのか。めちゃめちゃ想像つかない。夜はわかんない。いや、絶対夜寒いよね。でも、この服に上着はないな。この服に上着はないな、ちょっと。どうしよう。どうしよう。マゾさん、会えてありがとうございます。くしゃみでそう。間違えた。やばい、鼻水やばい。やばい。これは今日たくさんティッシュを持っていかないと死ぬかもしれない。レベチの鼻水の量。あとでティッシュをカバンに入れるっていうの忘れないでね。自分に言い聞かせる。ああ。このコテ買ってさ、まだ数ヶ月なのにさ、髪の毛がさ、スルッてすり抜けるようになっちゃってさ、すっごい使いづらい。でもだからといって、また1万円以上かけて買うっていう考えにはなれないし、頑張って使おうと思えば使えるみたいな。もうすごい使いづらい。だからいつもこうやってさ、巻いた後にさ、もう一回挟んでさ、すごい時間かかるようになっちゃった。このコテ買って数ヶ月だよ。数ヶ月でなんていうの、接触悪くなったっていうか、接触とは言わんか、なんていうの、挟みの力加減が悪くなった。リリとかさ、ヒナと同じコテ使ってんだけどさ、もう高校生ぐらいからこのコテ使ってるみたいな、もう何年も使ってる。なのにめちゃめちゃちゃんとさ使えるくてさ、ヒナなんかまだ4ヶ月とかなのにこのコテ使い始めて、ダメやん。毎日使うのは評判良くて高いの買わないと。評判良くて高いのです。評判良くて高いのでございます、こちら。マジで悲しい。なんかわかる、今わかんないね。絶対コテがどういうものかわかんなかったらわかんないと思うんです。この毛先までを綺麗に巻いてくれなくなったの、このハサミの接触が悪くって。だから髪巻くのに時間かかるようになっちゃった。すごく二度手間みたいな。このパカパカあるやん、このパカパカのが弱くなったっていうか、このパカパカがあることによって髪の毛を巻けてるわけじゃん。そう。だから毛先まで巻いてくれなくなっちゃった。ピエン。
ピエンなんですけど、やめてほしいんですけど、暑い家の中で長袖がっつり着てるとか、このね、今のここね、ここの毛先までを巻いてくれないんですよ、ゆるくって。もう本当にやめてもろて。やめてもろて。こんにちは。滑ってる、わかる、わかるっしょ。スルって抜けんの。最初の方はいいの。最初の方はまあいい感じに巻いてくれるのね。しょっぱな。で、こう下に行くやん。下行くやん。あ、もうここ、もう今緩くて、ほら、スルーって抜けちゃう。だからほら、毛先が全く負けていないみたいな症状。だからもう二度手間。そうなの。挟むところのネジが緩んでんの。でもだからといって自分で直せそうな感じはなくてさ。このパコパコのところとのにネジはないんですよ。だから自分でなんか直そうかなって思ったんだけど、関係なかったの。買ったばかりの時しっかり挟めてたよと思う。気になったことなかった。リリにもさ、このアイロン貸したらさ、めちゃめちゃ使いづらいねって言われた。リリと全く同じアイロン使ってるのに。リリと全く同じアイロンなのに、私のアイロン滑りが滑っちゃうか、使いづらいって言われました。雪かな、雪かにゃん。こんにちは。マギで鼻水やばい。買い物の時は持ち歩いてるよ、もちろん。アッキーさん、ハートありがとうございます。寝すぎたけど、なんか寝足りなくて、保証期間、そういうのめんどくさい、普通に。そういうのちょっとめんどくさいかもしれないって感じで嫌かも。
と嫌かもしんない。お客さん寝れてよかったね。よかった。たくさん寝た。もうなんか寝てるうちに2日ぐらい経ってそうな感じで。面倒とかやっぽいな。でしょん。まくちさん、コウモリありがとうございます。面倒なら他のメーカー買わないです。使えるんで。私は使えるものは使い続ける。使えてるんですよ別に。ただ面倒くなったっていうだけ。あの動きが、これで使えないくなったとかだったら考えるけど、今使える状況だから大丈夫。ただ小さな最近の悩み的な。ウケる。どっかに閉める場所あるはず。あとでもう一回探してみようかな。時間がもったいない。確かに。でもね、コツつかんだら意外といけるんですよっていう。じゃあもういいやんかっていう話やんな。コツつかんだら、いや、やりづらいのに変わりはないんだけど、コツつかんだら意外といける的な感じ。メーカーによっては台に置く用の木か、ネグを外したところにネジが。ほう。台に置く用。なんだ。後で探してみよう、ちょっと。めちゃめちゃ服押さえてんの見える。押してはないけど、適当にかけて。デビューの評価で同じ人いる。あ、確かにいるかも。まあしょうがないよね。物は絶対に壊れる。物は絶対に壊れていくものなのですからね。しょうがない。アンデーさん、かわいいゲストありがとうございます。マキマキかわいい、嬉しい。結局ヒナはね、もう巻くのが一番なんです。どんな髪型も可愛い。ありがとう。日のお洋服ワッフルみたいです。
そう、そういう服なんですよ。よくお分かりで。靴の生地は分厚い、全然分厚くない。だから寒いから心配している。今日が寒そう、夜とか。ちょっと今日は夜まで外出する。外で、室内じゃない。まあおしゃれは我慢ということで、全然我慢しちゃいますけど。全然我慢なんかしちゃいますけどね。余裕のよっちゃんで。全然我慢しちゃいますけど。気合いやね。気合いや。鼻水がやばい。絶対にティッシュを忘れないっていう約束してほしい。普通に。愛媛の世代でも言えないよっちゃん言うんだ。うん、誰も言わないよ。ごめんけど誰も言わない。っていうね。ごめんけど誰も言わないっていうお話なんですけど、ああ話せる持ってこ、絶対に持っていく、絶対に持っていく。カズさんハートありがとうございます。一つじゃなくて複数持っていて、ちゃんとね、一つは絶対カバンに入ってんのよ。そうだから大丈夫。だからそう、それじゃ足りないから、そう新たに持っていくの。新たに入れていく。ピーちゃん天才やな。でしょ？ですよね。こないださ、お友達にさ、まあ自分女子力ないから櫛とか持ってないけど前髪直してって言われて、櫛持ってるよって言って渡したらさ、もう女子力って言われた。いや持ってるやろうと思いながら、ひなはもうさ、あの、まあ、そういう系は結構持ってるからさ、自分もあの前髪直したいことめっちゃあるし。当たり前やろとか思いながら。女子力関係あるのかと思いながらもね。うん、か思いながらも、
カズさん、埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。その関西弁、アイジさんの前でも関西弁ね、映っちゃうんだよね。でもアイジさんから映ってるわけではないんだけど、関西弁、そう、そのエセ関西弁、なんでエセ関西弁って言われるんだけどさ、マッチって無意識に友達から映っててさ、なんか関西の友達多いんだよね。日の東京来てできたお友達、めちゃめちゃ関西の友達多くて、なんか全然そんなつもり全くないんだけど、エセ関西弁使っちゃうんです。何もバカにしたりしたいわけでもないし、真似したいとも全く思ってないし、全然真似したいとか使いたいとか思ってるわけじゃないんだけど、めっちゃエセ関西弁使っちゃう、無意識に。やんなーとか言っちゃう。ウケ、ウケるっしょ。でもほんとなんか使いたいって思って使ってるわけじゃないから申し訳ない。バカにもしてないし。あーちゃんさん、カズさん、ハートありがとうございます。ヨシキさん、クマありがとうございます。みんなね、一緒にいる人のね、口癖とか全部映っちゃう人なんですよ。これはもう関西弁とかに限らず、その人の口癖とかってあるやん。で、みんなの友達に逆にねっていうのが口癖な人がいて、もうだからもうやばいの、逆にねっていう言葉を人生の中で最近使いすぎて、いや普通にねって返される。え、何が逆なの、普通にねって言われる。多分そろそろうざいぐらいに逆にねって使っちゃう。そう、何が逆なのって感じ、自分でも分かってんの。別に何も逆じゃねえしとか思いながらも、もうなんかその相づちみたいなので、もう逆にねって言っちゃう。うん、逆にねって、もう相づちなの、ひなからしたら。別に逆にとか思ってないけど、もうそれがひなにとってそうなんだっていう、もうそうなんだっていう意味みたいな、簡単に言えば。逆にねみたいな。もう何にでも使えるんだよ。でも逆にねって使ってみ、みんな超楽。逆にねって、あれ何々だったんだよねとか言っても、逆にねって。逆にねみたいなので、もう会話成立するん。でも多分うざすぎて、そろそろひなの逆にねが、友達に毎回うん普通にねって返される。うん、ごめんけど普通にねみたいな。まあそうですよねとか思いながらも治らない、ひなの逆にねが。いや、ごめんけどもよく使ってるイメージ。うん、それも誰かの口癖、確実に。それも誰かの口癖なの。もう誰の口癖かももうわからない、もはや。本当に人の口癖マジうする。やめていただきたい。やめていただきたいんだけど、もう無理なのよ。ね、ひなも結構さ、口癖多いタイプ、なんていうの、自分で作った言葉多いタイプの人間なんだけど、ひなよくしんどい時にしんどバットって言うんですよ。そしたらひなの友達も映ってた。ひなの友達しんどい時しんどバットって言ってて、同じやんみたいな。もうなんかそういう可愛いね、なんか可愛くね、みんな口癖、
口癖うつされあって中さんコウモリありがとうございます。アンドゥさん可愛い人ありがとうございますシンドバッド。でもさ、なんかほら、しんどとか言うとさ、ちょっとさ、なんか本当にしんどそうやん。だからシンドバッドってちょっと冗談で言うの。しんどい時ちょっと冗談でね。そうするとなんかいい感じに、別に場も悪くならず収まるっていう。使ってみてください。ぜひ皆様おすすめです。それ使い始めて何年？そういうのは分かんないな。本当に気づいたら使っているっていうか、これがひなの口癖なの知らなくって、ひなも誰かから移ったと思ってたの。誰か友達から移ったんだろうなって思ってたら自分が作った言葉だった。ひなもいつの間にか自分がしんどい時しんどバットって言ってて、いやこれ誰がひなに移した言葉なんだろうってずっと思ってたの。そしたら友達にこれひなだよって言われて、あ、自分が作った言葉だったんだみたいな。自分も誰かから移った言葉だと勝手に思ってたって感じで、シンドバッド普通に普通にシンドバッド。シンドバッドね。あとこれも友達から映った言葉なんだけど、なんとかすぎとか言うじゃん。食べすぎとか、そのすぎをすじにするっていうどういうことみたいなね、どういうことみたいな口癖なんだけど、食べすじとか、これも最近ひな映っちゃった。それ食べ筋とか言う。とっても意味わかんないでしょとっても意味わかんないんだけど、なんか使っちゃうんだよね。とっても意味わかんない。マギーは私かも。マギーは別に誰からも映ってない気がする。マギーは私語ですね。埼玉のおじいちゃんさん、だるまありがとうございますあとなんだろう、どうかなどうかな。そろそろ終わりますね。
可愛いですね今日も。やった。やった。どうでしょうか本日の諸橋ということで、そろそろ終わりにしたい。あ、涙袋の影だけ描いてもいいですか。なくなってきた。じゃーん、今日のモラハシ出来上がりということで、お出かけ行っていきたいと思います。皆様今日もお付き合いいただきありがとうございました。ランキング見ます。13位まこっちさん、ありがとうございます。12位あっきーさん、ありがとうございます。11位あちゃんさん、ありがとうございます。10位韓国の方、ありがとうございます。9位村山やすしさん、ありがとうございます。8位ましおさん、ありがとうございます。7位馬蔵さん、ありがとうございます。6位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。5位かずさん、ありがとうございます。4位つるさん、ありがとうございます。3位中さん、ありがとうございます。2位よしきさん、ありがとうございます。第1位安藤さん、ありがとうございます。はい、ということで今日の配信をこれで終わりにしたいと思います。今日はちょっとこの配信で最後になります。よろしくお願いします。午後も頑張りましょう。バイバーイ。ティッシュペーパー忘れないで。はい、ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございました。